ロベルト・フニオール・フェルナンデス・トーレスは、パラグアイのサッカー選手。パラグアイ代表。ポジションは GK。ガティート・フェルナンデスの名で知られている。ガティートはスペイン語で、子猫のイで、これは、父のロベルト・エラディオ・フェルナンデス・ロアが、エルガトと呼ばれていたことに由来する。リーがパラグアージャの、セロポルテーニョで2007年に選手となった。2009年、アペルトゥーラで優勝すると、 アルゼンチンのエストリアンティスでラプラタに期限付き移籍。しかし一試合も出場できなかった。翌年ラシンクラブに期限付き移籍。2011年8月にはミシェル・ホルムの代役として FC ・ユトレヒトに期限付き移籍で加入。2014年に EC ・ビトリアに加入。2016年にフィゲーレンセーフ C に移籍。2016年11月26日に ボタフォゴ FR に移籍金なしで加入。2018年12月までの2年契約を締結した。2018年4月9日にコパリベルタドーレス2017やカンピオナートカリオカ2018での活躍が評価され、2021年12月まで契約を延長した。U-20 代表としては2007南米ユース選手権で 負傷したブラスエルモシージャの代わりに出場し初出場。A 代表としてはコパアメリカ2011のメンバーに選出され、準優勝したものの彼自身は出場がなかった。初出場は2013年8月14日のドイツ代表との親善試合であった。ありがとうございます。